耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N3 乾く喉が乾いた嗅ぐ匂いを嗅ぐ叩く子供のお尻を叩く 殴る、教師が生徒を殴って問題になっている。蹴る、ボールを蹴る。抱く、子供を両手でしっかりと抱く。倒れる、台風で木が倒れた。 倒す。花瓶を倒して割ってしまった。起きる、起こる。今日は8時に起きた。昨日、教室でちょっとした事件が起こった。起こす。うちの子は朝起こしてもなかなか起きない。 尋ねる、交番で警官に市役所までの道を尋ねた。呼ぶ、名前を呼ばれたら返事をしてください。叫ぶ、大声で叫んだが、相手は気づかずに言ってしまった。黙る、先生が質問したが、 誰も答えないで黙っている飼う何かペットを飼いたいと思っている数える数を数える乾く風が強かったので外に干した洗濯物はすぐに乾いた 乾かす、ドライヤーで濡れた髪を乾かした。畳む、洗濯物を畳む。誘う、友達を誘って映画を見に行った。おごる、 昨日は後輩に焼肉をおごった。預かる。旅行に行く友達から犬を預かることになった。預ける。銀行にお金を預けると利子がつく。決まる。帰国の日が決まった。 決める。進学か就職か、早く決めた方がいいですよ。映る。このカメラは暗いところでもよく映る。写す。写真を写す。思い出す。 毎年春になると高校の入学式を思い出します。教わる。この料理の作り方は母から教わりました。申し込む。パーティーに参加を申し込む。断る。頼まれた仕事を断った。 見つかる「亡くなったと思っていた指輪がソファーの下で見つかった」「見つける」「亡くなったと思っていた指輪をソファーの下で見つけた」「捕まる」「犯人が警察に捕まった」「捕まえる」「警察が警察に捕まった」 泥棒を捕まえた。乗る、毎朝電車に乗って学校に通っている。乗せる、子供を車に乗せて学校まで送っていった。降りる、電車を降りる。 ろすあの銀行の前でおろしてください「直る」「壊れたパソコンが直った」「直す」「壊れた時計を直す」「直る」 なかなか頭痛が治らない。治す。よく休んで、早く風邪を治してください。亡くなる。社長が90歳で亡くなった。亡くす。彼は子供の時、父親を亡くした。 生まれる先月子供が生まれた産む妻が先日元気な女の子を産んだ出会う駅で偶然大学時代の友人に出会った尋ねる 友人の家を訪ねた。付き合う。隣の家の人と親しく付き合っている。聞く。この薬は頭痛によく効く。流行る。この冬は赤い色が流行っている。 立つ。日本へ来てから10年が経った。間に合う。電車が遅れたが、駅から走って、何とか授業に間に合った。間に合わせる。レポートを頑張って締め切りに間に合わせた。通う。 学校に通う。混む。電車が混む。すれ違う。この道は狭いので自動車がすれ違うのは大変だ。かかる。このサラダには何もかかっていないようだ。 かける料理に醤油をかけて食べる動く写真を撮るから動かないでください動かすひどい怪我をして体を動かすこともできない離れる 危ないから、ストーブから離れて遊びなさい。話す。テストの時は、机を離して並べる。ぶつかる。道で自転車にぶつかって、怪我をした。ぶつける。運転していて、 車を電柱にぶつけてしまった。こぼれる。手が震えてお茶がこぼれてしまった。こぼす。コップを倒して水をこぼしてしまった。ふく。汗をふく。 片付く、大掃除をして、やっと部屋が片付いた。片付ける、机の上を片付ける。包む、プレゼントをきれいな紙で包む。貼る、壁にポスターを貼る。 ななくなる。「部屋の鍵がなくなってしまった」「なくす」「パスポートをなくして困っている」「足りる」「この収入では生活するのに全然足りない」「残る」 料理を作りすぎてたくさん残ってしまった。残す。ご飯を残してしまった。腐る。腐ったものを食べてお腹を壊してしまった。むける。 海で日焼けをして背中の皮がむけた。むく果物の皮をむく。すべる新しいスケート場はきれいで楽しくすべることができた。つもる昨日降った雪が積もっている。 つむ。机の上に本がたくさん積んである「開く」「靴下に穴が開いてしまった」「開ける」「壁に穴を開ける」「下がる」「熱が下がる」 下げる、熱を下げる。冷える、寒いところに長くいたので手足が冷えてしまった。冷やす、この果物は冷やして食べた方がおいしい。冷める、 この料理は冷めると美味しくない。冷ます。お風呂のお湯が熱くなりすぎた。少し冷ましてから入ろう。燃える。火が燃える。燃やす。火を燃やす。 沸く、湯が沸く。沸かす、湯を沸かす。鳴る、雷が鳴っている。鳴らす、ブザーを鳴らす。 役立つ、役に立つ。インターネットの情報は勉強や仕事に役立つ。インターネットの情報は勉強や仕事の役に立つ。役立てる、役に立てる。インターネットの情報を勉強や仕事に役立てる。インターネットの情報を 勉強や仕事の役に立てる